福岡市早良区にある曲がる口ダムの周辺の森できょうから始まったのは九州電力が開発した自動操縦プログラムで飛ぶドローンを使った実証実験ですドローンに搭載された特殊なカメラで森林を撮影すると光合成している部分が赤色あ光合成している部分が赤色していない部分が緑色で表示されます この映像により光合成していない枯れている樹木を効率的に見つけられるということです福岡市は市内にあるダム周辺に水源の確保などのための森林を566ヘクタール所有していて現在樹木の状態は職員が森に入って確認していますこの実験は7月まで行われ、 効果が実証できれば実用化に向けた検討が進められるということです。